質問につきましては、まず部会長に受けていただき、その後に部会員の方からお答えいただきます。質問につきましては、本日の議事の順番にかかわらずお受けいたします。終了時刻につきましては午後4時5分とさせていただきます。限られた時間の中で、ね、多くの方から質問を受け付けるために、お一人で一度に何問も質問することのないようにお願いいたします。ご質問は一人一問とさせていただきます。また質問は簡潔にお願いいたします。ご自身の意見をおっしゃるのではなく、部会の方に対する質問のみを簡潔にお願いいたします。終了も時間が許せば2巡目で次の質問をお受けしたいと思います。また既に出された質問と重複する質問をすることは避けていただくようにお願いいたします。円滑な進行にご理解とご協力をお願いいたします。なお質問される際、挙手をお願いいたします。私の方からご指名いたしまして、係の者がマイクをお持ちいたしますので、所属とお名前をお話していただいてから質問をお願いいたします。また円滑に記者会見を進行するため、司会が指名しました質問者以外の発言は禁止させていただきますので、あらかじめご了解いただきます。まずはじめに鈴木部会長からご挨拶をお願いします。特に挨拶はありません。できるだけ皆さんと質疑の時間を確保したいと思います。それでは質問がある方、挙手をお願いいたします。共同通信のボニアです。よろしくお願いします。鈴木課長にお伺いしたいんですけれども、説明と同意の関係で、次回に、その叩き台となる文面を、示すということは今回、部会として合意になったと思うんですけれども、議論の中で利益、不利益についてのこととか、検査を受ける方がですね、判断できるように十分説明するような内容ということだと思うんですけれども、今回その叩き台としてその盛り込む内容について、数字を入れた方がいいとか、いろいろ議論があったと思うんですが、こういうところに留意した内容で、文章を作るというところについて、現時点ではどのようにお考えなのか、お伺いします。はい、今日の資料の中に箇条書きで少し入り込んでて、それからそういう、今の実績みたいなものに関してもちょっと米印で加えてありました。ですから中からちょっとまとめていくという話になるかと思います。で、数字の中でまだ足りないというところが祖父江委員からも指摘がありましたし、高野委員からも実際にそのまま放置した場合のがんの死亡率とか、そういうようなデータも研究すべきというような指摘があったと思いますので、その辺を含んだものにしていきたいと思っています。具体的な個々の内容に関しては大体で今日の議論で出尽くしたような感じをしております。関連するんですけど、その分かりやすさっていうところで今回の同意書を作る上でそれが大切だと思うんですけれども、その点については何かありますか？これは実際に文章をまとめていく過程で分かりやすさ、それからそれで逆に足りなくなった部分を何かパンフレット的なものでよりデータも含めた説明というような二段構造にしないとなかなか難しいのかなと思います。ですから分かりやすい説明書と同時にきっちりそのエビデンス、その背景にあるような数字なんかも含めたものが入り込めるように配慮していきたいなと思っています。他の方お願いいたします。LCM プレスの下におります。よろしくお願いします。本格検査2回目の、評価の、入ってくるパラメーターについて伺いたいのですが、検討委員会の方では毎回甲状腺検査の先行検査本格2回目などの時に、行動記録をつけた基本調査での、
線量評価がついておりますが、基本調査の全体像と先行検査の、線量のヒストグラムは同じ感じなんですが、本格2回目ではかなり違った形になっておりますので、この、甲状腺の、部会で話し合うこちらの、検査のパラメータとして、行動記録からの線量と突合するなどの計画はないんでしょうか。あ、すみません、基本調査の数字と突合するということです。要するに先行調査と本格検査で受診者の分布が変わってきてるかどうかという質問ですね。まず一つはそれをしない、要するにそれをしないと外部被ばく線量の分布に歪みがあるかどうかっていうのは分からないということだと思います。でそれはまだこちらから医大の方にリクエストしたことがないんで、そのデータは出てくるだろうと思います。なるほど。せっかく3月11日から7月11日までの行動記録と何を食べたかという基本調査を同時に取られておりますので、それをこちらの部会で評価する際に使うかどうかというのは今後ということですか。食べたっていうものに関しては実際少し記憶に頼る見せてもらったんですが、あんまり使い物にならずです。ですから基本はその行動パターン の、 分布がどうかという話になるかと思います。で外部被ばくとそれから今の発がんの関連を検討するという意味では一部県立医大がそのような調査を始めているというふうには伺っています。先行調査に関しては論文化されてすでに部会の中でも紹介があったかと思いますので、将来同じような調査解析っていうのが、医大から出てくる可能性はあると思っています。ただ私自身はですね、あまりそれは意味がないんじゃないか。甲状腺被ばくという被ばく線量の中で外部被ばくっていうのは非常にマイナーな一部しかありません。だからどうしても内部被ばくがどのくらいあったかというものと関連付けて、外部被ばくも含めてですけども、外部被ばく内部被ばく両方合わせた線量っていうものとがんとの関係を見ていくっていうのが王道だろうと。すみません、意味として地域別のデータとその方、質問をお願いいたします。すみません、福島民友新聞の水野と申します。部会長にお聞きしたいんですが、この評価会が始まって去年の12月に始まったと思うんですが、まもなく1年に、経とうとしております。でここの最大のミッションはその2巡目の評価についての因果関係のことだと思うんですが、なかなかそのいつ結論が出るかっていう結論時期感ですかね、それが見えてこないっていうのがあるんですが、お尻を決めないっていうのもあると思うんですけども、今後そのいつ頃までにそこの最大のミッションの評価をする考えか、1年経つ中で部会長の所見をお伺いします。私の所見としては、次回に少なくともアンスペアの線量を入れたような決していい線量評価とは思ってないんですが、それでできる範囲の解析をまずやるのかなというふうに思っています。ただ長い目で見ていきますとね、1巡目2巡目っていうふうに輪切りにして解析するっていうのが本来の解析の仕方ではなくて、ずっと追っかけていってどのくらいこう出てきたかというのを縦に見ていくっていう解析方法が本来の私たちの目指している解析方法になりますので、それは次回そこまではいかない、まずは本格検査1巡目 の、 解析をするという形になると思いますが、その先はどちらかというとその連続したデータとして扱っていくという方向に徐々に解析のスタンスを変えていきたいなとは思っています。だからいつ出るかっていう話でいうと、この次までになんとか
担当の先生方と協力しながら頑張っていきたいというのが私の所感でございます。祖父江先生、何か追加ございますでしょうか。やっぱり成功調査に比べてですね、考えるべき要素がかなり増えていますので、このところをきちんと見ていくためには、やや作業としては大きなものが必要というふうに思います。次の質問、ある方お願いいたします。共同通信の広江といいます。鈴木副会長に伺いたいんですけど、次のステージに行くっていう話で、アンスケアの線量を入れたものをできる範囲で評価していくっていうところなんですけど、どういったものが出るのかっていうのをちょっと今イメージしづらいので、もうちょっと具体的に教えていただけたら。いや、具体的なイメージというか、線量はそれぞれの地域 の、 代表的な避難ルートで連盟別の線量が入ってきます。で、そういうふうにして、で実際は地震年度での、例えば細胞診の率とか離発生率とか、そういうものが明らかにバイアスになってる、あるいは地震行動そのものが地震率が変わってくるというようなところも行楽意識になってきますので、その辺を入れた総別した解析をせざるを得ないのかなと思ってますが、それは私よりは片野田先生の方が一番そのミッションに近い先生だと思いますので。その実際今回部会議論になって、その市区町村別の線量を入れて、その線量の影響を評価することにはなると思うんですが、でも先ほどの部会で申し上げたとおり、何かしら結果が出たとして、結局その想像できるのは、その線量の影響がどのくらいあったかということと、その地域差がどのくらいあるかということは、まあ見かけでは見れると思います。ただその解釈として、その実際その被爆の影響だったのかっていう結論がそれで出るかというと、やっぱりそこはその今日の部会でも議論があった、いろんなファクターが絡むので、その慎重な判断をしなきゃならないと思ってます。でもう一つ、そのこう大事なところは、そのこう本格調査の結果で評価できるのはあくまで検査を受けた人々の結果なので、そのこれまでの部会での議論でも出されてた通り、その地域の地震率が違うという問題があります。で、ですので、その、こう、将来的に個人線量を使って、かつその、受診してない人ですね、その未受診者も含めた、その、がんの、その発生の把握をして、で、それで、その未受診者を含めた分析をするというのが、こう将来的にやるべきことだと考えています。市町村別の内部被爆線量と外部被爆線量を足し合わせたものが出てくるということでいいんですね。で、その内部被爆線量っていうのは、さっきちょっと出た飲料水っていうのは除くとか、そういうこと。飲料水を除くとは言ってません。アンスケアは、アンスケアで飲料水、食品から一律の線量を与えてるんで、そういう意味では私はあんまり良くないとは個人的に思ってますが、今現在公的にですね認められてる線量評価っていうのがアンスケアになりますんで、アンスケアの数字をそのまま使うしかないんだろうと思ってます。鈴木が自分たちのグループで別個にやれっていうんだったら、それはまた将来別の論文を書くという話であって、この部会での議論とは違うんじゃないかと思ってます。次に質問ある方お願いいたします。私からの田中です。高野委員、質問です。今日の発言の中で、放射線の影響は少ないと県との見解が出ている、そういう趣旨で発言されました。これは推察するに、前のですね、中間取りまとめ
先行検査についての中間取りまとめについて、言われたことだと思うんですけれども、その本来この部会ですね、この新しい先生の含まれるこの部会において本格検査の評価を行うのがミッションであると、先ほどあの民謡の記者さんも指摘された通り、その仕事が本来の仕事なので、放射線の影響が少ないという県の見解というのは、これはご自分のお仕事放棄されているんだと思うんですけど、いかがですか。私は中間報告 のそれをそのまま出しただけで、あの自分の仕事を放棄しているつもりは一切ありません。で、続いて先生、あの放射線の影響を考えたら数名しか出ないはずとおっしゃいましたけど、これの根拠は何ですか。放射線の影響を除外したら数名しか出ないはずという発言だったんです。じゃあ、まあ後で録音確認しましょう。で、先生、次の質問の方をお願いいたします。あ、フリーの話ですけれども、鈴木先生もお伺いしたいんですけれども、線量評価に関してアンスケアのデータを使ってくるという話だったんですが、あと県民健康調査でやっている、基本調査のデータも使われるとのことでしたが、その他に公式なもので、ちょっとごめんなさい、時期をうろ覚えなんですけども、母乳のデータがあると思うんです。測られた方がいて、確か、結構高い数値の、内部比較した、母乳のデータがあったと思うんですけども、それも、公式なものなはずなので、そういったものも一緒に考慮して線量評価に使われたりするんでしょうか。線量評価に使うっていうのはやっぱり集団としての評価になります。で、母乳に関しては非常に少人数のポツンポツンっていうデータが例えば茨城であったりというような段階ですので、それを使ってっていうことはありません。あくまでそういう何かのシミュレーションとか他の検査でやった時の正確性を評価する場合にそういう実測値と照合していくっていうのが立場です。次の質問。ごめんなさい、例えばその母乳データに関してその避難経路が似てる、人たちがいれば、それに当てはめてシミュレーションするってやり方もあると思うんですけど、そういう使い方もされないっていう。それもやりません。実際はどういうものを食べてたかということのどちらかというとそっちの方がかなり大きなファクターになるかと思います。次に質問ある方お願いします。すいません、東京新聞の榊原と申します。線量評価のところでお伺いさせていただきたいんですけれども、さっき共同の方の質問の中で、今鶴先生のご発言の中でですね、今認められているのはアンスケアの数字しかないので、それを当てはめていく。で、私自身がこのグループでやるならうんぬんという発言があったかと思うんですけれども、親会議の方で、星先生が再三鈴木先生たちがされている環境省の、研究チームの中でやられている推計もありますよね。で、途中の報告もされていて、星さんの方から随時報告をしてもらいたいというような話もあったかと思うんですけれども、そちらの方のデータが、来年の3月ですかね、以降に出るというような話でしたけど、それはこの本格検査、分析をしていく上でこれから使っていくんでしょうか。まず一つ、私たちの研究班のデータまだ 中間段階で、実は森口班 の SPM のデータを使って再解析をしている始めたところです。ですからその辺が終わってこないと私たちの班としての最終的な結論が出ないというのをまず一つ押さえておいてください。で、それが公表されて、実際はデビューを受けた論文になってきて、その段階でその評価っていうのが、他の評価と比べてどうなんだっていう議論がされていくんだろうというふうに理解しています。から
私たちのグループが自分たちの占領評価に基づいてデータを解析するということはあり得ると思いますが、まだそれを公的なこういう県民健康調査の中で県の事業としてやるっていうのに、私たちのグループのデータをそのまま使うっていうのは時期尚早なんだろうというふうに思っています。ですからそれは時間もございませんので、次の質問の方お願いします。そうすると先生たちが今されている、結果っていうのはこの本格検査、要は2巡目の分析の中で使うんでしょうか、使われないんでしょうか。使われないと思います。間に合いません。いや、質問ある方。NHK の藤川と申します。鈴木部会長にへの質問です。先ほど会議の中でですね、高野先生から差別の問題、就職やですね進学、結婚等で差別されるので可能性があるので甲状腺がんのスクリーニングしない方がいいんじゃないかというようなことを、その差別の心配には出されました。でそれは私非常に一理あると思ってまして、で実際にですね、甲状腺がんを理由に会食されたと。で今回ようやく就職したんですけど、また、会社で健康診断があって、それでどうしたらいいんだろうっていう相談を受けてます。でそういうので、担当の甲状腺がんの医師に質問したら、もう絶対に喋るなと、自分が甲状腺がんになると会社にも伝えるなと言われてると、どうしたらいいんでしょうかと質問を受けてます。でまず鈴木部会長にどうしたらいいでしょうかと、その人はこの中継見てますからお答えください。でそういった差別が行われないように、これ残念ながら福島県内の企業です、そういうのがないように甲状腺評価部会から声を上げていただきたいですし、親部会からまた県を動かすようなことがお願いできないでしょうかという質問です。質問というよりは、なんでそういう差別が起きてしまうのかということに関してきっちりした事実を、甲状腺がんっていうのがどういうものかということを伝えるっていうのが一番重要なんだと思うんです。なんでそれがそういう就職先まで届いてないのかということがすごく私自身は疑問に思いますし、何かそういうきっちり県としてに、どの部会の段階でもどの段階でもいいんですが、そういう情報がきっちりと伝わるっていうのが一番重要なんだろうと思います。でそのためにはメディアの人たちの責任っていうのもかなりありますんで、一緒にしっかりした健康問題に関するような情報発信っていうのをやって一緒にやっていく必要があるかと。直接答えにはなってませんが、なんで差別が起きてしまうかという、やっぱり 何かがそこで誤った病気に対する考え方があるんだろうと思いますし、放射線被曝というものに対する誤った考え方があるんだろうと思います。ですからそれをどう是正していくのかっていうのは、単に私たちが情報を発信するっていうだけじゃなくて、今県立医大の中でも少なくとも対象者に関してはいろんなコンサルティングも含めた形でやってるかと思いますが、そういうものを足りないんであれば徹底していくというところが必要なんだと思います。でその上でもメディアの方たちが不要に不安をだけを煽るような報道というのはぜひ控えてもらいたいと私は思います。一緒に正しい情報を分かりやすく発信していければと思っています。予定の時間迫ってまいりました。そこの質問ある方お願いいたします。アワープラネット TV の白石です。ちょっと細かい質問、前回に集計外のデータというのが公表されまして、この一次検査を受けた方が8人、あるいは二次検査を受けてその経過観察になった方が7人いらっしゃったと思うんです。
ですけれども、そういった方々を解析には、次回ですね、なさる解析の中に、まあ、地域別には前回報告されてたんですけど、おそらく全部2巡目の方だと思うんですが、含めたり、あるいは、まあ、そういったものを考慮する必要があると考えか教えてください。はい、入れる必要があるだろうと思ってます。で、そのため の, がん登録事業をどう利用するかっていう話だろうと思います。で、この次までに間に合うかどうかっていう質問ですと、ちょっと格闘はできませんけども、今の部会の中の議論としては、集計外の症例、それをいかにこう拾うか、でそういう意味での客観性を保っていくためには、やはりがん登録事業のデータを入れて、今 の, 検診で見つかっているものとの違いみたいなものをしっかり評価しながらやっていく必要があるだろうと思っています。だからそれは、まあ、この次どういう形でがん登録が現在利用できているのかというところを含めて、何らかの形で県の方、まあ、医大の方からお話データが出るようでしたら、リクエストしていきたいと思います。予定の時間過ぎております。最後の質問にさせていただきたいと思います。お願いいたします。朝日新聞の奥村と申します。部会長にお尋ねします。確認をさせていただきたいんですが、次回にアンスケアの占領調査をもとに何がしかの評価を出すというふうなお話がありました。と確認なんですけれども、これがこの今回の部会の、判断の基本になるような位置づけのものだと思っていいでしょうか。鈴木先生の言葉の中に合わせて、その占領分析があまりいいものだと思わないというようなお話もありまして、そのあたりのことが、その判断される、なんて言うんでしょうかね、が、うん、結論として出されるおつもりなのかどうか、ちょっと理解しにくいんですけれども、はい、もしその結論とされるんだったら、その不満な占領分析をもとに出すっていうところを、もう少し詳しく説明していただけないでしょうか。はい、一般に放射性疫学で、占領 の, 定義が曖昧になっている、要するに、そうなればなるほど占領効果関係っていうのは見えにくくなります。ですから今回アンスケアのデータを使って解析すると、もしかすると何らまだ占領効果関係を示唆するようなデータとしては出ない可能性もありますし、逆に出ちゃう場合もあるかと思います。ただそういうものだっていうのを理解した上で、今解析に取り掛かる。で、本当の意味ではやっぱり占領をより細かくしていって、個人占領により近づけて、その精度が上がってくるっていう時に、占領効果関係の本当の姿っていうのが見えてくるんだろうと理解してるんですが、今本当の占領ってのは何だって言われた時に、誰もこれですっていうふうに、まあ、示すことができないっていうのが今の一番の問題点なんだろう。もう一回繰り返します。アンスケアの占領を使っていくと、まだ個人占領まではいってないというような限界があります。それからまたアンスケアの占領自身も不確実性があるので、それぞれの地域で少しずつかぶさっていくところが大きい。アンスケア自身の評価っていうのは5倍ぐらいの全部あってもおかしくないっていうようなデータでもともと書かれています。ただ現実に今国際社会が認めている占領っていうのはそれしかないんで、そこの範囲で今見ていったときに占領効果関係っていうのは見えるのか見えないのかっていうのをこの次に出したいという話になります。だから決してそれが最後 の, 結論だなんて理解しないように今から言っておきます。すいません、皆さん集まられた部会 の, 結論の方向性をそこで出すっていうことにはなるんでしょうか。ならないと思います。要するに結論って言ってるのが何を期待してるかがちょっとわからないと思うんですけども、もともとそういう限界のある解析だという
結論を出すつもりでは、今お尋ねしたいことは、この部会がその、調査を評価するために集まっておられるということがあるじゃないですか。で、その、20名 の, その評価をされるとき、評価されておられるんですけど、その評価を現段階でその部会としてなさるということで、例えば検討委員会に報告するようなものになるのか、それともその現段階で一回出して、さらにこの部会の中で、議論を続ける足がかりにされるのか、それはちょっと意味合いがちょっと違うと思うんですけど、部会の報告として出されるようなものになりました。私が意図しているのは、少なくとも解析の仕方として地域対象研究、地域企画研究じゃなくて線量を入れた解析にギアチェンジしていくというのがまず第一です。でそれから、今回本格検査の1巡目のデータだけアウトプットを使いますが、それをもうちょっと連続して見ていくような解析に切り替えていく、それの最初のスタートになるかと思います。ですからデータセットの作り方がそういうふうに変わってくる。それぞれの個人の線量っていうものを入れていって、それにいろんなコーラ菌糸が入ってくるので、それを入れた解析方法に変えていく。でデータ自身は症例数も増えていきますし、経過年数が増えるに従って増えていきますし、線量の方の精度っていうのも経過年が経つに従って少しずつ変わっていく、そういうイメージです。どうも尋ねられなかったんですけれども、どういうそのイメージをその描いておられるかは分かったんですけれども、その次回までに出すっていうものがその今回間に合わないだろうっていう、その先生方の線量分析が間に合わないだろうという話もありなんですけれども、この専門部会としての意義づけ、その次に出されるものの意義づけですよね。部会の中で意義づけをお尋ねしたいんです。これで部会としてのとりあえずの結論にされるのか、それともその部会としてはまだ揉んでるけど、その何て言うんでしょうかね、何かしら解析されるっていうことなのかな、もしくはその部会としてその今回の部会部会として皆さん集まられて、その結論の叩き台みたいなものが出てくるというふうに思っていいんでしょうか。はい、多分ね、イメージがうまく伝わらない。放射性疫学のね、論文、例えば原爆被爆者のデータにしても、何年か経つにしたかってどん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 アップデートされていって、線量それ自身もアップデートされてダイナミックに変わっていくんですよ。でそういうふうな、まず解析の枠組みみたいなものを作っていくに最初になるのかなというふうに思います。ですからそこで出たものはあくまで症例としても途中段階ですし、それから線量としてもまだ途中段階のデータを使っているという形で報告する。ですからそこでの結論って言ってる意味がちょっとよくわからない。で現時点で線量効果関係があるかないかっていうのは解析結果として出ます。それは結論としてそういうものが出ます。でそれは今段階でまだこういうふうな欠陥があるんで 100% 信じないでくださいっていうような解釈付きになる可能性があるという。はい、それではもう事前に申し上げました終了時刻を長期化しておりますので、本日の評価会後の記者会見を終了させていただきます。それでは皆様、本日の日程は終了いたし、すべて終了いたしました。ご協力ありがとうございました。